私、アメリカの生活がすごく長いんです。もう25年住んでるんですけれども、それで今日は皆さんにアドバイスというか、知っていたら絶対損はない私の経験をシェアさせてください。もやっとする、たまにイラッとする、このよく使う英語表現があるんです。これ知っとかないと、過去の私のようにもやもや状態が続いたり、イライラ状態が続くかもしれません。何年もこの英語の表現を理解せずに、話し相手のことを、ほんと失礼な喋り方するよな、失礼なやつだよなって、誤解する可能性があるんですね。そう、私のようにね、これからアメリカ人のお友達を作りたいと思っている方、またはすでにアメリカ人とお友達な方、海外生活や留学を考えている方、もちろん英語学習をしている方、最後までこの動画を見てください。そしてアメリカ人と有意義な誤解のない時間を過ごしてください。アメリカ在住歴25年、ここでのキャリア15年の経験を生かして、私のオンラインスクールでは本場アメリカから生きた英会話を教え、生徒さんを英語ペラペラへと変身させるお手伝いをしています。フロリダから英会話コーチのひんママです。どうぞよろしくお願いします。アメリカ人と仲良くなっていくうちにね、いろんなこと分かってくるんですよね。それで、なんじゃこいつ、失礼だなって思ったことがあるんです。お願いの仕方が気に食わないんですよね。何かに人をお願いするときの、そのお願いの仕方。人にさ、お願いするときって、何々してくれませんか？なんとかできますか？って聞きますよね。まあ英語にすると、Would you? Could you? Can you? とかでよく聞くと思うんですけども、その表現以外にお願いする仕方ってあるんですよね。例えば、テレビ消してほしいときなど、Could you turn off the TV? Or Can you turn off the TV? だとわかるんです。でも私がなんじゃと思ったお願いの仕方がこうだったんです。いきますよ。いいですか？Do you wanna turn off the TV? Do you wanna turn off the TV? テレビを消したい？あなたはテレビを消したいですか？は？最初は戸惑いました。Do you wanna? Do I wanna turn off TV? 私はテレビを消したいのか？こんな聞き方ってあるの？って最初は思ったんです。だって私たちって Do you want to? Do you wanna? ってあなたは何々したいですか？という表現がインプットされてますよね。Do you wanna, 例えば Do you wanna go see a movie? とか映画見に行きたいですか？ Do you wanna hang out with me this weekend? 週末一緒に遊ばない？とかね。そういうような表現で Do you wanna 何々したいですか？っていう表現で私たち勉強してきましたよね。なのでそこで Do you wanna turn off the TV? テレビを消したいですか？は？こんなお願いの仕方があるんですか？って私は最初思ったんです。でもその時は、もやもやしながら、ああ、OK って、ね、テレビ消してあげたんですけど、全員が全員ではないですけど、まあ、50-50 かな。半々で、まあ、Do you wanna? ってお願いしてくる人いるんです。いやなんでこんな聞き方するんだろうって。長い間思ってたんですよね。聞けばよかったのに。流してたっていうか。流してたけど、もやもやは流れてない。イライラは流れてなかったんですね。で、その Do you wanna? で聞いてくる方たちも、別になんか悪気なさそうに普通に言うから、まあ流してたんだけどね。で仕事始めてしばらくすると、また同僚が、Do you wanna take this to Sandy? なんか書類を持ってね。Do you wanna take this to Sandy? で、これ、サンディに持っていきたい？みたいな表現で聞いてくるわけじゃないですか。ああ、またこの表現だって思ったわけですよ。また私が何々したいかって。人にお願いするのに何々したいかって。なんじゃってまた思ったわけですよ。アメリカで仕事を始めて最初の、まあ1、2年は、それでもやもや、もやもやがいっぱいあったんです。この Do you wanna で聞かれるとね。すべての人がそうは言わないですけれどね。しばらくして同僚に聞いたの。なんで Do you wanna って聞くのって。で、Do you wanna っていうのは、あなたが したいですかって聞いてることでしょって言ったら、そしたら彼女は、あ、そういう意味じゃなくて、Can you なんとかしてくれるっていうお願いをしてるような、まあ、Can you と似たような使い方で、アメリカ人は使うこといっぱいあるよ。だから、テレビ消してって言った時にも、消してくれる ?Can you turn off the TV? っていうのの代わりに、Do you wanna turn off the TV? ってね、聞くことも全然あるよっていうことを言って、なんだ、Can you と同じような使い方をしてたんだって私、そこで分かったんです。初めて。
時間かけて分かったんです。そしてすっごくスッキリしたの。で、まあ今はもうアメリカに住んで長いんですけど、息子たちにね、もう息子たちはもうティーンエイジャーになってるんですけど、この子たちに私が、例えば、このデュアナを使ってお願いすると、例えば、デュアナクリーンアップタキッチン、台所を片付けてくれるっていう表現で、ね、デュアナクリーンアップタキッチンって聞きますね。そこでデュアナって言っちゃうと、彼らたちはサーカスティック、ちょっと嫌味っぽくね、来て、Do I want to? No. 僕がしたいかって? No. したくないよっていう返し方もされたりとかするの。銀行で働いてる時にも私が Do you wanna? って表現するよね。Do you wanna help me? とかさ、ちょっと手伝ってくれるっていう感じで Do you wanna help me? とかって聞くと Do I want to? とかっていう風にね、聞き返されることがあるわけ。いたずらっぽくね。私の意見ですけれども、Do you wanna を can you と同じように使いたい場合は、仲のいい同僚だったり、まあ、家族内でね、とどめておいた方がいいかなと思います。ボスとかに Do you wanna とかって絶対ありえないですからね。そうね、もうアメリカ来て25年経つけど、やっぱりお願いするときは Do you wanna ではなくて、まあ、can you や could you とか would you とかをね、使ってやった方がいいと思います。でも、相手に Do you wanna? って聞かれて私みたいにね、うわ、失礼になっちゃうな、こいつって思わないでほしいです。Can you? と同じような感覚で聞いてるんだなって思ってください。私はね、もう1、2年も長い間、もやもやしていたので、それをね、今日シェアしたいなと思ったんです。他にも Do you wanna? で聞ける表現ってありますよね。Do you wanna pick me up tomorrow? 私にお迎えに来てくれるっていう表現で、Do you wanna pick me up tomorrow?Can you pick me up tomorrow? と一緒です。Do you wanna order pizza? Can you order pizza? ピザをオーダーしてくれる?っていうのと一緒ですね。Do you wanna help me with my homework? 私の宿題手伝ってくれる?っていうのも Can you help me with my homework? と一緒です。あと、一つ私がもやっとする英語表現をシェアします。If you want to, you can help me if you want to.この You can help me っていうところが省かれて、あなたは私を助けることができる、ヘルプすることができるっていうところを省いて、If you want to っていう表現になります。もしあなたがしたいなら、If you want to, If you wanna 私のこと手伝いたいなら手伝っていいよっていう表現なんですけどね。こちらの表現は未だに好きではありません。使い方によってニュアンスの取り方も違ってくるんだけど、まずはこの使い方が OK な場合をシェアするね。You can eat this if you want to. これ食べていいよ。食べたかったらっていう表現。別に私が食べたくないから、お腹空いてないから、You can eat this if you want to. これ食べていいよ。食べたかったらっていう表現です。これは OK。この if you want to の使い方は OK です。で、同僚が忙しそうにしています。なので、私が Do you want me to help you? 手伝ってほしい?私に手伝ってほしい?っていう表現で Do you want me to help you?とか、Can I help you? とか、手伝いましょうかっていうね、いう表現がありますよね。それを言ったとします。その時に、返ってくる表現っていうのは、Yes, please, あ、お願いだったり、No, no, thank you, I'm good とかね、No, thank you, I'm good, ありがとう、でも大丈夫だからっていう表現で返ってきたりとかするんだよね。これなら OK。Yes, please って言ったら、あ、やるよ、心よくやるよって思うよね。No, thank you って言われても No, thank you, I'm good 大丈夫私って言われてもあ、分かったって引き下がるよね。でもその答えが If you want to っていう答え、あなたが手伝いたいならっていう答え、手伝いたいならどうぞっていうような If you want to って返ってくるわけ。ヘルプしたかったらどうぞ、まあ、ご勝手にみたいなニュアンスが含まれてるんですよ。この返答をする方っていやー意外にいるんですよね。私ね、これはねまだ慣れない。25年いるけど、あまり好きじゃないですね。If you want to っていう表現は。素直に、Yes, thank you って手伝ってくれるって言ってくれたらいいのに、If you want to 手伝いたかったら手伝いなよ。みたいな。その表現が、私はあまり好きじゃない。日本人なんでしょうね、きっと私。日本人なんですけど、私、まあ、根から日本人なんだろうなっていうことですね。そうじゃなくて、Yes! お願いします。Yes, please! と言えよ。とかね。いや、大丈夫って言えよ。なんだこの if you want to? なんかチューブラリンの喋り方みたいなね。それが私は嫌なんです。if you want to で言われちゃうと、じゃあ手伝うのやめようかなとかって思っちゃうわけ。if you want to とかで言われちゃうと。だから、私的には、
まあ私の個人的な考えですけど、If you want to で返事はしない方がいいかなと思います。相手にサジェスチョンするときはいいよ。You can eat this if you want to みたいなね、感じで。サジェスト、提案するときはいいんだけど、自分が返事するときに、あ、手伝いたかったら手伝って。If you want to っていうのはね、やっぱり私は好きではありません。なので、これは使わない方がいいという私からのアドバイスです。それと、全員が全員、Do you wanna で聞いてきたり、If you want to で答えたりするってわけではないので、そこのところはしっかりご了承ください。もしね、よかったら、まあ、アメリカ人と一緒にいて、この表現で私もムカッとしたわ、とか、この表現でちょっと、ん?って思ったっていうようなね、経験があった方は、コメント欄にぜひシェアしてください。こちらの公式 LINE では、英語がペラペラになりたいけど、どうしたらいいかわからない。ひたすら英語勉強してるんだけど、上達が見えない。という方に、正しい英語学習方法が学べる、無料動画講座、ハムスターホイル脱出無料英語講座を、特別に公式 LINE のお友達だけに公開しています。理想とする自分になりたい。そう、英語をツールとして、自分の人生を切り開いているあなたに出会いたいのであれば、ぜひこの動画の下の概要欄から公式 LINE に登録しておいてください。また公式 LINE で私の体験講座や Zoom での説明会なども行っておりますので、つながっていてくださいね。ということで、今日はここアメリカでの私がモヤモヤイラッとしたフレーズをシェアしました。 Do you wanna? と If you want to ですね。はい、これぜひ皆さんも参考にしてください。もし今日の動画が少しでもお役に立った、面白かったって思ったら、高評価ボタンよろしくお願いします。そしてまたチャンネルにサブスクライブ。まだ私のチャンネルを登録なさってない方は、登録もよろしくお願いします。If you find this video useful, please give me a big like and subscribe to my channel. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye bye.